ステップ3。Condition and action clauses。条件とアクションの説。これがルールの構造を説明したいと思います。まずはこれで、ノードの振る舞いを決まることにできるのなんですが、これが条件の説としては、いろいろありますね。そしてこれが、まずはそのどんなアクションを切ることにする、決まることになるでしょう。 そして、その説が、まあ、ルール足りにつけているのなんですが、それが一つだけがある場合と,と、複数の場合がある場合にはあるんでしょう。そして、これが常に監視していることなんですが、ルールセットがその資源を見ているんですね。それが監視していること。例えば、これが例なんですが、資源足りているかどうかを確認することは、それがまあ、 えっと、よく使うものになりますが、それが enough resource という、えっと、condition clause になります。その enough resource が、えっと、どんなパートナー、これが分散のシステムな,なので、どんなパートナーが、えっと、えっと、エンタ e グルメント、量子もつりをできていることなんですが、そして、ど、えっと、いくつく、いくつは必要なのか、それが決まっているでしょう。で、それが、えっと、threshold なんですが、それが式位置。 ですね、それが、えっとまあ、1つは足りるか2つ足りるか,かそれが、えっと、表現する、えっと、ことになります。そしてこれが、えっと、先の言ってたとりには振る舞いは決まることなんですが、そのアクションの,の説が基本的にアクションの説は、えっと、1つの小さい量子プログラムになるんですね。で、それが、まあ、ユニテーリー演算もできるし、メジャーメントもできる,できるんですが、そしてその キュービットのリソースです。資源のリアルケーションです、すそれが、えっと、<laughs> 再割り当てになるでしょう。で、それが、いつリユースするか、誰が使っていいかと決まること。そして、一つの重要なことなんですが、古典のメッセージも転送する場合には、それがアクションにはなります。これが、と条件ができた、ね、途端には、これがこのアクションクローズをあの実行することにはなります。 そして、これが条件としては一つでも複数でものアクションが起きる場合もあります。例としてはこれがベル測定なんですが、そのベルステートメ t e m e a がパートナーとのキュービットの1とキュービット2の名前を付けてあるので、それがどんなキュービットを使うかと表現することになります。例なんですけれども、これが エンタングルメントスワッピングをやりたい場合には、これが、まあ、アクションとルールにはどうやって決まるのか。そして、これが A と B の間には、量子もつれができて、B と C の間には、量子もつれができてるんですが、B のところには、91、92の間には、そのベル測定をしたいと思って、そして、結果が A と C に伝えるべきですよね。 で、これが、コンディションクローズはこういうふうに書きますが、enough resource ーーは partner A num, ナンバー e は一つだけ足ります。そして partner C もあって、ナンバー C もあって、ナンバーは1もあって、そしてこれが、えっと、A と B の間には漁師もつれができて、B と C の間には漁師もつれができて、これがその条件の説にな,るになります。 そして、アクション・クローズは、これが見える、あの、プログラムに見えることなんですが、まずは、その、Bell State Measurement で、それは1、Qbit1 イコール Q1、そして、ー b i t 2イコール Q2 の場合があって、そして、結果が、えっと、A に送って、そして C にも送ることはしなければなりません。 そうすると、これが一つのルール,にルールになります。B のところで実行するルールになっているんですね。そしてもう一つの例な,なんですが、これがピューリフィケーションには、A と B の間には2つのベル状態を使って、ピューリフィケーションを行いたいと思います。まずは、えっと、その、えっと、アクションが A と B にやって、あの結果も送らなければなりません。 そして、これをやるためには、一つのルールだけじゃなくて、二つのルールになりますが、まずはルール1を説明して、ルール1が、条件の説が、enough resource で、partner、これがまあ A 側なんですが、A ではパートナーイコール、partner equal B, num equal to、二つのベル状態があるとも決まっているんですね。そして、アクションのの説が、C0 をかけて、それが、 コントロールイコール91、ターゲットイコール92で、こういう A と B のキュービ1と2の間にやって、そしてキュービッ2を測定するんですね。この場合にはえと定義しているのはこれがえと Z の規定で,で測定して、そして結果がえと B に伝えるべきになります。これは一つのルールになっているんですね。そしてもう一つのルール。ルール2は、えっと、その 相手のメッセージをもらってからどうすればいいのか。これが条件としては、まずはそのルール2に,には B からのメッセージが届いたと判断して、そして2つの条件の説あります。偶数と奇数の場合がありますが、その偶数の場合にはそれが、ピュリフィケーションは成功して、 その残っているキューベットをその,そのまま保存して、次のルールとかに渡してえっと使いたいことになるでしょう。あるいは、キスの場合には、それが、ピューリフィケーションの失敗のことになりますが、そうすると、それが捨てるしかないんですね。それが捨ててから、まあ、再割り当てとかにすることになりますが、これがルール2になってるんですね。 そして、このルール1ルール2には、これがルールセット a があって、それがノード a のところに使っているルールなんですが、B は同様に似ているルールもあります。そして、これが、えっと、条件とアクションの説の簡単な構造を説明しました。